夜寝る前に食べるだけで痩せる方法をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこの方法で痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。4つあります。1つ目です。この方法を取りますとあなたの腸内環境が整うから結果根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですね。あなたがもし健康的で綺麗に痩せたいんです先生って、もうリバウンドなんかしたくないっていうね思いが終わりであれば大丈夫ですよ。まずは何をすれば良いのかというと、ありとあらゆるダイエット法ありますけれども、ベースはあなたの腸内環境が整っているかいないかがポイントなんですね。なので腸内環境を整うことが準備できればあなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。なぜかというと腸内にいる腸内細菌のバランスがとっても大事だからなんですね。なのであなたの腸内にもし今デブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちが優勢、もういっぱい住み着いているとしたら、もうどんなに頑張ってもね痩せることができない、長期的にはですね。ではどうしたらよいのか。逆の痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがたくさん種類がいて、もういつまでも元気でですねあなたの腸に暮らしてくれるそういった環境を作ることがもう大前提なわけです。そのためにはこの方法を取ることでその腸内環境を整えて痩せ菌たちが喜ぶ環境、わーいってもうこのご飯もらったらもうずっとここにいたいよねって言われる食材をやっぱり取ってあげる必要があるんですね。その材料を後ほどお伝えしていきます。では2つ目、ポイント、糖質制限が関わってきます。痩せたいならですね、この糖質をいかにコントロールできるかっていうのが痩せる鍵なんですよね。なぜかというと、なぜ太るか、それは食べた時に血糖値がどうしても上昇しますね。特に血糖値が急上昇するようなものを食べてしまうと、その間にたくさん脂肪を溜め込むようになっているんです。逆に急上昇させなければいいんですね。抑えることができればその間脂肪を溜め込む率も減りますから、そこをコントロールするのにはもう最適な食材ということになるんです。3つ目、栄養価がとっても高いんですよ。これとっても大事。痩せるためには栄養不足だと痩せません。なので食べて痩せましょうというね、このスローガンになるわけです。その時にやはり栄養不足でいらっしゃる方というのは、食べても食べてもその栄養がね実は吸収できないんですね。そういった方というのはもう本当にね腸が弱っているから、腸内環境が悪い方っていうのは腸がうまく働いてくれませんよね。そうすると食べても食べても消化吸収できないわけです。もうスルーですよね。もうとってもとっても無駄なわけです。栄養が取れていない。そうすると栄養が取れないということは、ホルモンを作る材料がないわけですから、例えば成長ホルモンであったり、そういった食欲をコントロールしてくれる、脂肪を燃焼してくれる、そういった大事なホルモンがですね全然できてないということになるわけです。そうするとやはり太ってしまいますよね。なので今回お伝えする食材にはこの栄養価が高く含まれているので、結果しっかりと痩せホルモンができて、あなたは痩せることができるということになるんですね。4つ目です。良質な睡眠です。痩せるためには実は睡眠が取れていないと痩せることができませんよ。なぜかというと、たくさん理由はあるんですけれども、主に2つありまして、1つは寝ないと腸が動かない。腸ってですね、寝てる時に行われるその副交感神経、要はこうリラックスする人、リラックスその神経がですね動いてる時にしかやっぱ腸って元気に動いてくれないんですよね。ですからやっぱり寝てる時にしっかりと腸を動かせていない方っていうのはやっぱり太ってしまう。また寝てないということは
ホルモンが作りにくいわけですから、これも結果先ほどとお伝えした通り太ってしまう体質へとなってしまうからなんですね。なのでこの4つのポイントが全てクリアできた食材を摂ることで、あなたはこのダイエット効果を手に入れることができるというわけなんです。では2つ目の項目です。何をということで、今回あなたにお伝えするのは蜂蜜になります。蜂蜜と聞いていかがですか？先生蜂蜜ですかって、こんな甘くて糖分が入っているものを寝る前に食べても大丈夫なんですか、逆に太りませんかってね、よくご質問を受けることあるんですけれども、大丈夫ですからね。なぜ大丈夫なのかっていうその理由を今からお伝えしていきます。私は個人的にも本当に蜂蜜大好きで、実は私の家には砂糖はね置いてありません。お砂糖使うことねないんです。お料理でも飲み物でも私砂糖使わないんですよね。じゃあその代わりにどんな甘みのその味付けをしているのかというと、この私は蜂蜜を使っているんです。で蜂蜜はですね、確かに摂りすぎたりですねするとカロリーオーバーになりますから太りますけれども、適量でしたら逆に痩せ効果があるんです。それは何かというと、実は脂肪燃焼効果があるんですね、アミノ酸が豊富なので。そして腸内環境を整えるために必要なオリゴ糖とかグルコン酸もたっぷり含まれていますから、あなたの腸内にいる痩せ菌たちのね、その環境を作る材料となるものもたっぷり含まれています。そしてポリフェノールも多く含まれていますから、このポリフェノールというのも脂肪燃焼効果が高いんですよね。ですからこういった点でも丸、また最後栄養価が高いんです。もうビタミン、ミネラルもたくさん入ってますから、蜂蜜を摂るだけであなたのその普段の栄養不足がね補えてしまうわけなんですね。なので私はこのチャンネルを通してもう様々な腸活メニューレシピをお伝えしてるんですけども、そこに使うもうほとんどの甘味料がもう私は蜂蜜で代用してお伝えしていることが多いので、ぜひあなたもですね、先生が言う腸活メニューって何だろうって私も作ってみようかなと思ってくださったら、別動画もたくさんありますからぜひご覧くださいね。そしてここからなぜ蜂蜜を夜摂ると痩せることができるのかっていうその具体的な理由についてお伝えしていきますね。まあ、もちろんお伝えしました通り適量がベストなので、この動画の最後にどのタイミングでどれぐらい飲めば良いのか、また美味しいレシピご準備しています。ぜひ最後までお楽しみにお待ちくださいね。ここではまず蜂蜜をその夜摂ることでどんないいことがあなたのお体で起こるのかというお話をストーリーでお伝えしたいと思います。まずこの蜂蜜ダイエットの痩せるポイントは、実は一番は睡眠の質なんです。睡眠の質の向上を図るために蜂蜜が必要だからなんですね。この睡眠が良い良質のものを取れるようになったら痩せます。そのための材料が蜂蜜ですよということなんですけれども、あと順立てでお伝えしますね。まずはその低血糖のままだとまず眠ることが、ね、できないんですよね。なぜかというと、ある程度しっかりとした睡眠をとるためには、そのホルモンを作る環境を整えてあげるためには糖がですね大事なんですよ。やっぱりその糖質ってこうダイエットの敵ってやっぱりねなってます。なってるんだけれども、ちゃんとねいい働きもしてくれるんですよ。もうちゃんとそんなね 100% 悪者じゃないんですね。なので逆にあなたが糖分血糖値がですね低すぎるとその寝れない、要は睡眠の質が悪いですよね。ですから寝る前のその低血糖、結局そのダイエットされてる方って夜その糖質カットでご飯やパン、要はその炭水化物をカットして頑張ってますよね。そういった状態だとやっぱり血糖値が低い、低血糖を起こしやすいんですよね。そういう状態になってしまうとやっぱ食べたくなっちゃうんですよね。逆にすごくね寝る直前食べたくなっちゃって、やっぱりさっきね晩ご飯お米抜いたけど、ああもうやっぱりなんか食べた気がしないからやっぱりパン食べちゃえとかねいらっしゃるんですよ。あなたもいかがですか？なんかせっかく我慢したのに結局寝る直前にパン食べちゃったとか、ちょっとロールパンにこうつまんじゃったとかないですか？やっぱりおにぎり食べちゃったとかねあると思うんですよ。ちょっとチョコレートつまんだとかね、やっぱりちょっと食べちゃったって、それ逆効果なんですよね。でしたらしっかり食事取った方がいいですよってお話になるんですけれども、
でも頑張ってますよね。すごくわかります。ダイエットのために特に夕食の糖質カットはね、頑張ってらっしゃると思うんですね。そういった状態で後から食べるぐらいでしたらやっぱり良くないです。その時にこの蜂蜜の効果を味方につけましょうということなんですけれども、低血糖を改善するとその熟睡ができるんですよね。しっかり深く寝れるんです。そうするとその間、よく言われるのは夜の10時から、2時、中にはあの朝の4時までという、お話もありますけれども、その要はゴールデンタイムです。その睡眠のゴールデンタイムに成長ホルモンが分泌されるのをどんどんその増やしてくれるわけですよね。しっかり寝れれば成長ホルモンがどんどん出る。結果成長ホルモンがあなたが寝ている間に溜め込んだ脂肪をどんどん燃やしてくれる働きをね、お仕事をしてくれてるんですよ。あなたが寝て休んでる間になんとホルモンはフル活動ですよ。成長ホルモンはあなたの知らないうちにどんどん働いてくれて、どんどん脂肪をね、実は燃やしてくれるお仕事をね、もう一生懸命してるんですよね。だからもう気づいてって言ってるわけです。もうちょっとって、私こんなに働いてるのにって、脂肪燃やしてあげようと思ってるのになんで寝てくれないのって、ある程度血液中にちょっと糖分ちょうだいよって言ってるはずです。その時にやっぱりホルモンですね、しっかり出すためには蜂蜜を使う必要があるということなんですね。でプラスこれ大前提なんですけども、いくらですね寝る前に蜂蜜を取ると痩せますよってこの効果はあるんですが、そのあなたが毎日召し上がってる夕食、ないし朝食昼食もそうなんですけども、腸活メニューでお願いしますね。いくらですね蜂蜜がダイエット効果があるかと言いましても、毎日お野菜も取らずにお肉ばっかりとか、おにぎりばっかり、お米ばっかりとかって、もちろんそれはですね追いつきませんよ。なので私がこのチャンネルでお伝えしている、お惣菜、いろんな腸活メニューをお伝えしていますから、そういった腸内環境を整えるメニューを毎日一歩ずつでいいです。もう一つずつ置き換えでもいいですから、まずはあなたのペースで普段太るようなものを食べていた、そのものをですね腸活メニューに置き換えた前提で、この蜂蜜のダイエット効果を味方につけると一気にダイエットが加速しますから気をつけてくださいね。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回あなたに具体的にどのようにこの蜂蜜ダイエットに取り組めばさらにダイエット効果を加速させることができるのかというそのポイントについてお伝えしたいのと、この蜂蜜を取る時の注意点、そしてまたどうしたらさらに痩せ効果をアップさせることができるのかっていうそのおすすめのレシピもご準備しています。お楽しみにお待ちくださいね。ではまず注意点からです。まずは寝る就寝のですね30分前から1時間前までには蜂蜜を飲み終わりましょうです。で量は蜂蜜を大さじ1までですよ。これ以上取ってしまうともう寝る前ですから、そんなに糖分取ってしまうと逆にカロリーオーバーで脂肪として蓄積されてしまいますから気をつけましょうね。大さじ1まででしたら大丈夫です。そしてこの蜂蜜を選ぶポイントがあります。国産の純粋蜂蜜を選びましょう。例えばよくあるのが添加物です。余計なお砂糖とか人工甘味料、香料、そういったものがいっぱい入って混ざっているものは太ってしまいますから NG。 そしてなぜ国産かというと、実は海外から輸入されてくるような蜂蜜というのはその検疫の関係でやっぱりね加熱処理されているものがやはりあるんですよね。そうすると本来持っている蜂蜜の効力が落ちてしまいますから、やっぱりおすすめは国産のピュア純粋蜂蜜 100% を選んでください。ただこの蜂蜜を取る時の基準なんですけれども、糖尿病の方、また高血糖の方というのはやはり危険ですので、必ず担当のお医者様、医師の方にご相談していただきますようお願いいたします。そしていらっしゃらないと思うんですけども、1歳未満のまだ赤ちゃんですね、小さいお子様はまだ蜂蜜に対する免疫がないので飲ませてはダメですよ。蜂蜜というのは1歳未満のお子様にはくれぐれも与えないように気をつけてあげてくださいね。
ではここからおすすめの具体的な取り組み方、方法ですね、お伝えしたいと思います。先ほど2つ目の項目でも少し触れましたけれども、ベースは腸活メニューにされるとより良いですよとお伝えしましたね。ではどうやったら良いのかというその方法なんですけれども、もちろんその方の生活習慣に合わせないといけないので、私が直接カウンセリングする方は本当に細かいところまでお分かりになるんですが、この動画ではそこまでお一人お一人の生活習慣がわからないので、具体的にあった方法ではないかもしれませんが、往々にしてですね、そのバランスを取るため平均的にお伝えする方法があるので、あなたにお伝えしますね。まず夕食メニューを炭水化物はお休みしましょう。そうするとやはり糖質制限に加速がついて痩せやすくなります。でその時に先生糖質ね取らないと落ち着かないですっていう方のために、今回その糖質を補う方法で蜂蜜をご準備していますから、まずポイントは食事メニューの炭水化物をお休みしてください。では残ったお食事はどんなものを食べると良いのかと言いますと、夕食に限っては食物繊維、お野菜系ですねを 50%、 そして良質なタンパク質を 50%、 トータル合わせて 100%、 この50-50の比率でまずはチャレンジしてみてくださいね。例えばお肉 50% だとそれに相当に見合った 50% のお野菜とか、まあ、お豆腐だとさらにいいですよね。大豆製品です。お肉とかお魚ではなくて消化に負担のかからない植物性のタンパク質を取られるとなおヘルシーでいいと思います。でその代わりその炭水化物をここで取っていませんから、寝る30分前から1時間前にその蜂蜜を取ることで、あなたは血中のその糖質が安定して、結果安定した睡眠が取れて成長ホルモンが出て脂肪燃焼してくれる。だって寝てるだけでいいんですよ。これいいと思いませんか？寝てる間に勝手に脂肪を燃やしてくれるわけですから、これは味方につけないわけにはいきませんよね。ということでお伝えしています。そして最後に、じゃあその蜂蜜だけね先生取れ取れって、そのスプーン1杯大さじベロンってこうやっての舐めるんですかとかね、いろいろ考えちゃうと思うんですけれども、その時に私がおすすめなのはレモンを使ったレシピがありますからお伝えしたいと思います。蜂蜜ってすごく栄養効果高いんですけれども、一つ残念なのはちょっとねビタミン C がね足りないんですよね。そんなに入ってないんです。なのでそこを補うために今回レモンを使ったレシピ、寝る前に飲めるレシピをご準備しています。でレモンも脂肪吸収効果がアップ、その脂肪の吸収をですね抑えてくれる効果が高いんですね。フィトケミカルと言います。あとクエン酸効果があるので、あなたが例えば夜、お肉だったりそういったものを召し上がってしまうと、体のその濃度がその酸性に傾いてしまうんですよね。そうすると太るわけです。なぜかというとその臓器がうまく働かなくなってしまうからなんですね。もともと私たちの体は弱アルカリ性が一番いい状態、その状態の時に一番内臓がねいっぱい働いてくれるんですよね。もうやった働きやすいってなるわけです。その状態を作るのがこのレモンなんですね。レモンはクエン酸効果、要は酸性なので中に入ると弱アルカリ性へとあなたのお体を導いてくれますので、レモンはそういった効果もまるで、あとは蜂蜜に足りないビタミン C が取れるということと、カリウムが豊富なのでむくみ改善にもなるですね。そういった効果も寝る前に味方につけちゃいましょうということでレモンを選んでいます。では今回あなたにお伝えする蜂蜜ダイエットのレシピはこちらです。ホット蜂蜜レモンです。材料1人分です。まず茶湯、お湯ですね。大体熱々ではなくて70度から80度ぐらいのちょっとこう冷ました茶湯を使いましょう。もちろん天然水でお願いします。水道水は NG ですよ。200ml に対して純粋のピュア無添加蜂蜜が大さじ1、そしてレモン果汁は、適量でいいと思います。私は大体この分量ですと大さじ1ぐらいはね結構酸っぱいのが好きなので入れて寝る前に飲んでいます。こちらを飲んでいただくとお分かりになると思うんですけれども、もう体がポッカポカしてきてものすごく巡りが良くなっていくんですね。で代謝も上げてくれます。白湯ですからそういった効果とこの蜂蜜、今までお伝えした効果をダブルで取ることであなたはしっかりと眠れて、しかも代謝が上がって成長ホルモンがちゃんとどんどん出てくれて脂肪燃焼効果を寝てるだけでアップさせることができるわけですから、まずは体質改善も含めて12週間ぐらい、3、4ヶ月ぐらいは続けられると良いと思います。
もちろん夕食メニューは炭水化物をお休みした食物繊維とタンパク質半々ぐらいのメニューで取り組んでみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は寝る前にたったスプーン一杯だけ飲むというね、この蜂蜜ダイエットをお伝えしました。あなたのペースで美味しくね、召し上がりながら続けてみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。